袖だし。すんげえやらけやめちゃった。それは女子用だもん。やらけよ、そういうの取んないで。もう適当に打ってるやつ。卵見えたでしょ今。ニノ笑いすぎたよ。ニノは早くシャッと打てよ。え、これが右行くの。はい、どんだけ開いて当ててるかでしょ。うん、そういうことですか。じゃあとりあえず、はい、数値を見よう。では皆さん停止で。多分シャットフェースじゃなってないんじゃない。なんかね、ボツです。ボツ？これボツって言われます。これもうドロップする。まあジョさんが言うんだったらさ、うん、早急に帰る。ね？パックンするでしょ。知ってみなこの人。知ってる？いけないですか？こんなのね、こんなのもこれでまっすぐ行ってたらひどいもんだこれ。なりますよ、これは。球見えないわ。左です。全然上がんないです。けよ。え、そう、球上がんないんですよ。そう、これはどうですか。これはもうボツって言われました。これはもう早急に帰らって。わかった。本当さっきバサバサって音出したらマミでしょ。はい、もうね、俺はねえよ。男の選び方とクラブの選び方がひどい。本当に最低だお前。違う全然いいじゃんこれ。嘘、ジャンボさんにそれボツって。いや、お前だって私がいけないのか。お前こっちの方が全然まだいいけど。こういい球じゃん。ちょっとバランスちょっと見させて。これはいいクリークだね。これは本当ですか。これはいいクリークだね。あんたのこっちだよ。ジャンボさんがボツって言ってたんですか。あんたがうまく打たないからでしょうよ。そんなのジャンボさん打ってないんだから、お前の打ってる球しか見てないんだから。そりゃそうでしょ。まあ下土さんそれすんな。グッドスイングね。そういう感じね。まあ力感のない背骨みたいに。
いてると思うんですね。久しぶりの小手橋カントリー、雨続いてましたが、晴れてきましたので、今日は大村美乃、黒村美穂、佐藤佳恵、頻繁に練習来る子たちですね。今日の風は、南西、まともなフォロー167ヤード。左かな？
互いにできる。ちょっと手前かなって感じ。乗ってんのかな。左持ってかれてる。風と喧嘩して。